今回は間違い探しの漢字バージョン、違う漢字探しです。たくさんある漢字の中で一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。どこに違う漢字があるのかを探してみてください。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。制限時間は30秒です。問題は全部で10問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。9という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに丸という漢字がありました。見つけることができましたか。2問目です。仕事の仕という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに仁という漢字がありました。時間内に正解できましたか。3問目です。白黒になりましたね。不満の不という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに下という漢字がありました。4問目です。本という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに木という漢字がありました。見つけにくかったでしょうか。さあ、次は色が変わりますよ。5問目です。明るいという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
答え合わせです。ここに、友という漢字がありました。この漢字は、古代に財宝とした貝を一対に連ねた形をかたどって作られた漢字です。連なるところから、引いて、仲間、友の意味で用います。6問目です。少ないという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに、小という漢字がありました。これは簡単でしたか？7問目です。奥という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに、臆病の臆という漢字がありました。時間内に解けましたか？8問目です。注ぐという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに、幼という漢字がありました。若い、若く美しい、若死に、早死にする、災い、などの意味がありますよ。9問目です。ランダムに漢字が並んでいますね。盗むという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに、盗むという漢字がありました。こちらは、給字体ですね。皿と上の部分の線という字からなります。それでは最終問題です。栽培の栽という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？
答え合わせです。ここに裁判の裁という漢字がありました。すぐに見つけられましたか？ついついランダムに並んでいると見落としてしまいますよね。マスに並んだものとランダムなものだと皆さんはどちらが難しいと感じましたか？以上で問題は終了です。いかがでしたか？他の動画の問題にも挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。